はい、こんにちは、ギターの瀬松です。今日もエネゴリ君お休みです。誰かここにエネゴリ君人形を本当に誰か持ってたらご提供いただけないでしょうか。代わりに僕から素敵なプレゼントしますんでよろしくお願いします。今日はですね、クリーントーンで、クリーントーンもしくはちょっと浅いこうクランチでね、演奏できないという人たちのための、何が原因かというね、救済方法を教えようと思います。迷ってる方、お待たせしました。クリーントーンでね、演奏できないよね。オーバードライブがないと音が伸びなくてちょっと怖いとかね、いろいろありますけど、実はね、原因はそこじゃないんですよ、ということを今日はお話しします。じゃあ何が原因なのかというとですね、ちょっとこの前に、重心のお話をですねアップしました。重心というのを考えないと変な感じになるよっていうね、それとね全く同じ話なんですよ。で、例えばクリーントーン、例えば歪ませてても、クリーントーンでもなんか迫力がない、意外とね、意外とプロの方でもぼやいてる方いて、いわゆるコード進行やこうテクニックも、コード進行の理解もあってテクニックもあるのに、僕のギターソロはなんか迫力がないんですと、やっぱりその飛び道具かなとかっていう人とかいるんですけど、そんなことは関係ありません。実は一番大事なのはここ大事ですからね、重心です。本当に重心、重心を楽曲に合わせてないのでおかしいことになるんですよ。で、ちょっと絵を描いてみましたけど、こっちがダウンビートの重心ね。で、こっちがバックビートの重心です。2-4 が下にこう落ちるようにあるか、1-3 が下に落ちるようにあるかで、随分違います。で、実はこの重心の感じ方というのは歌詞とか、前の動画でも話してますけど、どこにフレーズがあるかとか、どこに歌詞があって、どういう歌詞の終わりがどこかとか、そういう楽曲によって違うんですよね。例えばバックビートの曲なのに、バックビートの曲なのにっていうか、バックビートが聴いてる曲とか聴いてない曲とかっていうだけじゃなくて、それはドラムがそういう風に叩いてるとかそういうだけじゃなくて、メロディーがそもそもバックビートの曲なのに、何もその知らずにダウンビートで弾いてる人たちって結構いますね。1-3に重心を置いて弾いてしまってる。要は急になんかこうソロのとこだけベンチャーズが入ってきたみたいになるんですよねそれが多分なんかこう納得いかないんじゃないかなとか、あとスピード感を感じない、なんかソロなんかクリーンにするとスピード感がなくなるよねみたいなのって言われたことがある人がいたら、 きっとそういうことです。というわけで、重心をちゃんとすればクリーントーンでも弾いてられるんですよ。で、もちろんダウンビートの曲っていうのももちろんありまして、ダウンビートの曲はやっぱりダウンビートで弾いてよくて、そうやって弾くとベンジャーズとか初期のチェット・アトキンスとか、最近の、日本の曲で言えば、例えば日本の曲で言うとほとんどそうなんだけど、結構歌は全部ダウンビートで歌ってますよね。だから僕はそういう曲はダウンビートで弾けばいいと思うんですよね。やっぱりその、例えばネオソウル、今流行ってるネオソウルとかソウルミュージック、ジャズ、ブルースとかっていうのは基本的にはバックビートですよね。基本的にはバックビートなんですけど、実はモータウンという歴史がありまして、モータウンの歴史の中にはダウンビートの曲がいっぱいあるんですよ。それでヒットした曲がいっぱいあります、実は。なので外人だからっていう、だからバックビートってわけでもないんですね。で、なのでそこら辺はちょっと取り扱いを、バックビートできるから俺かっこいいぜって感じになってもらったら困るんですけど、曲によって、曲のテーマに合わせてちゃんと弾けることが僕は大事じゃないかなと思います。なのでちょっとクリーントーンで弾くと何がかっこ悪いかっていうのをちょっとやってみせますね。じゃあ、題材はチキンでやります。チキンでやるとよくわかると思います。チキンのテーマを弾きますね。チキンね、
というわけで、テーマが完全にバックビートの曲ですよね。2、3、4、1、2、3、4ってなってる曲だと思います。なので、このこういう風になってる限りは、ソロもそうであった方がいいと思います。じゃあ、ソロを、バックビートに合わせてそのまま弾いてみます。そして、その後、ダウンビートで弾いてる感じでちょっと真似してみますね。全然無理になっちゃったけど、表で乗ると変な感じがしませんか？なんかね、一緒にやってるとね、不気味な感じがするんですよ。なんかこう軸がずれてるような感じがする。このね、楕円形が逆になるので、これがこうなってるものが、こういう、どのぐらいどうやってるかな、この楕円形がこうひっくり返るのにぶつかるので、なんかね、変な感じになったりするんですよね。そう、本当にね、とってもね、時空が歪んだ感じがします。このね、重心の話は闇が深いですねこれはやっぱりね、日本の音楽史とか世界の音楽史もそういうわざとやったという歴史があったりするので、だからミックスしてるのが普通に聞こえる人も いれば、やっぱりそのダンスミュージックというのはやっぱりバックビートに重心がないとおかしいって感じてる人もいれば、全部バックビート、いわゆるそのダンスミュージックじゃないといけないって思ってやってる人もいるじゃないですか。僕は、適材適所だと思います。ですが、やっぱり信念があったりとか、そういう音楽が大好きな人とかで、やっぱりなんか相入れない時もあったりするので、これなかなかね、闇がね、深いですね。でも少なくとも、このクリーントーンでソロを取る時に弾きにくい、もしくはなんかスピード感を感じないという時は、間違いなくこの重心が違います。だからその曲に合った重心でやってみてください。そうすると必ずスピード感を感じるし、逆に言うとそこのスピード感を出していかないとこのビートに乗れないんですよね。このね、この楕円形でいうとこのグロン、ウロン、ウロンって感じに、なんかタタ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 って平行に弾いてってもなかなかスピード感が出ないので、このダガ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 ダ、っていう感じでスピード感をこう一緒に合わせないと、スピード感が出てこないので、ぜひチャレンジしてみてください。参考になったという方はいいねボタン、気に入ったという方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。